こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。高野豆腐ですね。高野豆腐か白粥、高野豆腐か白粥をサムネイルにします。で、大根と葉っぱの塩漬けですね。ブリと鮭の釜の塩焼きです。これがまあおかずですね。それとブリ焼いてるのとブリ煮つけてます。母親が作った分と俺が作った分とカッチャンしてしまいました。はい、体重上がっていきます。これが一番ですね。昨日ちょっと食べ過ぎたのか、茶碗蒸しを2日連続7回食べたのが悪かったのか、茶碗蒸しに入ってたごぼうが悪かったのか、思いっきり吐きました。体重 55.8、 100g 増えてます。体重 55.8、 体脂肪率 12.8、 体重 55.8、 体脂肪率 12.8、 基礎代謝1310、内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.2、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 55.8、 体脂肪率 12.8、 基礎代謝1310、内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.2、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 高野豆腐、白粥、大根と葉っぱの、塩漬け、ブリと鮭の釜、あとブリの塩茹でとブリの塩焼きがあります。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。